動けって。ユノ頼むから。ユノ、ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても返り討ちに遭うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。高だって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。高の腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。Thank you.
よし。尋常に勝負。ジョンターラック島へ。Dervish Bass on follow top.
待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。来い、影。あとで鷹も手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。
我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやら、叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。